蘇る神話狼実況プレイ。皆さんこんにちは、ワナニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回は、何山でしたっけ、あそこでシナチクブラザーズと戦って、本当の名前じゃないですけどで無事勝利して鉄の箱舟ヤマトにやってきたところで終わりました。んで牛若さんと一緒に入ったっぽいんですが、牛若さんはどこにもおらず、まあ、奥にいるのかもわかりませんが、で、一寸と離れ離れになってしまったんですが、多分、後々来てくれるんじゃなかろうかと思っております。相棒だしね。はい、じゃあ、ね、なんかこのナスカの地上絵みたいな、がね、書いてあるわけですよ、壁に。ほんで、ちょっと思ったんですけど、これヤマタノオロチっぽくないですか ?1,2,3,4,5,6,7,8 本首あるし。って考えていくと、これジョロウグモだと思うんですよ。んで、まあ、これの名前忘れちゃったんですけど、なんか、牛みたいな突進してくるやつで、キュービ。そんで、こっちのやつが、カナクギかなって思うんですよね。はい。まあ、憶測ですけどね。うん、まあ、で、どうしよっかなーって思ったんですが、右から順番に行くか?左からの方がいいか。まあ、いいか。いつも左選んでる気がするから、右から行きます、今度は。よっしゃ、進んでいくぜ。何があるんだろう?この先に。なんか今まで通ってきたダンジョンみたいなのが広がってるのか、どうなのかっていうのがちょっと不思議じゃ、うん。不安かなと思ったんですが、白馬。もしあなたは、我らが故郷、高間ヶ原の天の岩島に沈まっておられた、狼アマテラス様ではありませんか?ああ、これほどの時を経て再会を果たすことができようとは。暗く冷たい氷の下で待ち続けた甲斐がありました。我ら天神族、肉体シストもその魂は死なず、永遠に我らが狼アマテラス様と共にあるのです。なんか天使っぽいね。この前会った天神族の商人さんよりかずっと天使っぽいなんかごめん。天神族白馬、高間ヶ原でのあの戦いであなたが怪物もろとも下界へ霊落され、なんかそういう大きい戦いがあったのかな。我々はどれほど心を痛めたことでしょうか。しかしそれに先じて高間ヶ原を脱した我々にも言葉では言い表せぬほどの悲劇が待っておりました。あ、これがその神話っていうか聞いたやつなのかな。あの争いから逃げ延びた我々天神族はわずかな望みをかけてこの箱舟ヤマトに乗り込みました。しかし船が出航してすぐに船の底から数えきれない数の妖怪が湧いて出て、逃げ場のない船の中で我々は次々と食い殺されたのです。むごいなぁ。月の文明で作られたこの箱舟は、月?月っていうと、かぐやさんを思い出すんだけど、それとはまた違うのかな?何千何万という妖怪を運ぶための貨物船だったのです。え?そして舵を失った箱舟はそのまま下界へ墜落。ああ、船の側面にも、書いてあるナスカの地上絵違うな、戦場絵我々天神族は一人残らず死に絶えました。どうしてそんなものを作り上げたのか、月の民の目的は分かりませんが、あ、じゃあ違う人種っていうか民種族だ、種族なんかな。
結果的にこの箱舟が下界や災いを運んでしまったことは不幸というより他ありません。狼アマテラス様、長い時を経てこの箱舟が再び動き出したようですが、ここは闇の者どもの苗床です。闇に潜む魔の者どもには重々お気をつけくださいませ。あ、消えちゃうの？あ、消えないわ。全然消えなかったわ。あ、魂となった今でも悪夢が心に焼き付いています。トラウマだろうな。あ、それまた聞く感じ？うん、そうっぽいね。ありがとう。もう聞いたかな。さっき聞いたかな。とりあえずこの先ちょっと進んでみましょうかね。なんか光っぽいけど、壺やらなんやらがいっぱいあるけど、あ、ちょっと割れないな。よっ、珍しいね、何も入ってないよ。まあいいか。あ、入ってたわ、桃が。サッチ玉であげれないか。じゃあこのまま行きますかね。よし、ではあれ穴が開いてるのかと思ったけど、あ、そういうワープ式なのね。なるほどね。さすが進んでる文明っぽいね。これあれじゃん、金釘。うわ、これどうやって倒すんだっけ。おっと、これなんか倒し方があったんだよね。なんだっけ、これ跳ね返すとかじゃなかったっけ。あ、違うわ。あ、跳ね返す、合ってる。おら、倒してやんぜ。再びな。あ、無駄なんだ。時間が足りなかったかな。相変わらず、まがまがしい姿してるね。あー、なんか、これで、うわ、だったい。あれ使った気がするんだよね。ほい。なんか、霧隠れみたいなやつ。使ったかなーと思うんだけど、ほい。よし。出た。ていてい。参ったか。ああ、まだか。でも、あと一回ぐらいでいけそうですね。やはり、一回戦った敵。なんかあれっぽいね。あ、ちょ、近い。これ効くんだろうか。あ、やっぱ効くわ。この間に攻撃とかはできないのかな？よいしょ。で、ゆっくりで、かわいいね、なんか攻撃。よっ。んー、あの瞬間は、だったい、攻撃効くのかな？やっぱ、ちょ。はい、で、その剣を、弾き返して、これが避けれないんだよね。ていてい。もうちょいだい。オッケー。勝った。某ゼルダの伝説みたいな、ボスラッシュみたいな感じなのかな。あー、梅だ。しょうがないね。おう、やっぱりあれだね、歴代っていうかさ、まあ今まで戦ってきた、まあボスだよね。をどんどん戦っていくんだろうな、この感じだとね。ってなると、あと何体？これで光が、あ、消えるんだね。やっぱそういう感じなのか。んじゃ、おい。狼アマテラス様。船に救う闇のものを今一つ消し去ったようですね。闇の容器がすべて消えるとき、この箱舟ヤマトは高間ヶ原へ向けて動き出すことでしょう。私も不滅の気構えでおりましたが、ついにこの魂さえ滅びる時が来たようです。
成仏しちゃうのかな。旅行く前に一目お会いできて嬉しゅうございました。アマテラス様、何とぞ高間ヶ原へ帰られ、この世に再び光を賜りますことを。あー、行っちゃうの。なんか悲しいなさっき、ついさっき会ったばっかりだけど、ちゃんと成仏してくれればいいけど。なんかここ光通ってるね。やっぱ力が戻るっつうか、解放っつうか、なんつうかなわかんないけど、そういう感じなんだろうな。じゃあ次はヤマタノオロチかな。ここは多分そうだと思う。なんかあれだね、イッスンがいないといまいち気が締まらない感じがするかなよっしゃ行くぜアマコーみたいなさ、そういうのがないから、なに、ここは私がうえい頑張んないといけない感じなのかな。いや、しかしヤマタノオロチさんはちょっと時間がかかりそうだななんせ8匹いるからね。じゃあ、闇の人嫌いなんだよね一匹ずつ倒すか。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、いたたたたた。で、土の人で2回ずつ飲ませればいいよね、とりあえず。さあ来い、てい、よいしょ、で、切る。吠えたところに酒をぶち込むオッケーオッケー、いい感じいい感じ。あー、これは毒かよ。毒もなかなか、いやー、飛び上がっちゃった。いい、ほい。まあしょうがない、この時のために回復アイテムはちゃんと買っておいたからね、抜かりはないでよいしょ、なんとか避けれたかな。よっ、オッケー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 。そんで上の、はよはよ、これを倒す。あ、ちょっと待って、よっ、これは一戦でバン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 やってった方が早い。よし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 、いいぞいいぞ。で、こっからだよね。で、まず、うい、危ねえな。火の人を、なんか一番最初にやられるのはやっぱこの人だよねっていう感じなのだが。へい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 。これで一発じゃ無理なんだよね。一戦使ったとしても。あ、いけるか？あ、いけそういけそう。いけたいけたいけた、よし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 、いいぞ。これやっぱちょっと危ない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 。一回さ、戦ってるから、ちょっと待って、一回っていうかさ、ヤマタノオロチにしたらさ、もうだいぶ戦ってんだけど、3回目だよねこれ戦うのいやいや、まあ、物語の進行上結構私一番最初ヤマタノオロチがラスボスかと思ってましたからねぶっちゃけね。よっ、よし、避けたぞ。まあでも、もし仮にこの人たちが、あの、あ、やばいやばいやばい、違うんだよー、ラスボスだったとしたら、ちょっと物語的には短かったけど、まさかこんだけ長いとは思ってなかったな。ちょっと待って、毒の霧が邪魔だよ。ほい、飲んだかい、いいぞいいぞ。あ、やっぱ効いてるっぽいぞこのマガタマが。いい感じに遠距離攻撃をしてくれている。てい、てい、てい。なるほど、酔わせた方が早いけど、
こうやって遠距離攻撃もできるってことね。なるほど、君たちも戦いやすくなったじゃないか。私は何者だ。よいしょよいしょ。これで3頭目。この人たちさ、なんて呼んでいいかわかんないんだよね。何匹？ヘビって引きだよね、多分。引き、うん。引きで呼んだ方がいいのかな。よいしょった。ヘイヘイ。え、ヘイヘイ。あ、これ雷くんじゃん。癒し系雷くん。もう動画を見てくださっていた、ここまで動画を見てくださっていた方はわかると思いますが、私の癒し、雷くんです。うわ、だだだ。あ、そっか、それ、水浸しにするやつや。よ、ちょっと待ってよ。乗って、せい、せい、せい。で、これが4匹目。よし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 よ。結構さ、その火飛んでくるの危ないよね。って思うんだけど。あー、この分だと闇が一番最後になるな。ちょっと怖いけど。しょうがない。残してしまったのは私だ。よしよいしょよいしょ。炭もあるし、どんどん使っていくか。よっ。よし。あともうちょい。オッケー。あと一匹。さあ来い。オッケー。この火柱みたいな、火柱っていうか、なんか飛んでくるのが危ないんだってば。よし。よし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 。行くぞ。連発。連続一戦。よいしょ。てい。てい。これで倒れたんじゃない？よし、よしよしよし、いいぞ。なかなか調子よくいってんじゃないかな。待つ。まあなかなか、あ、討伐時間神だってやったね。あのさ、何回も言うけどさ、やっぱ一寸いないと悲しいな。あれどこだっけ？よし。なんか、ふぅ、ようやっと倒したぜ、みたいな。さあ、次も気合い入れていくぜ、甘子、みたいなさ、そういう呼びかけが私結構好きだったんですよ。一寸のね。だからちょっとそれがないとね、二枚縮まらないっつうかさ、やっぱ甘子と一寸はセットだから、ちょっと悲しいな。よし、じゃあ次は女郎雲か。このボスも戦いにくかったね。いやー、思い出が蘇ってくるなー。こういうの、びっくりした。スサードさん。今度は男の人ですね。お、これはアマ、違う。ごめん、狼すっ飛ばした。狼アマテラス様。この箱舟ヤマトが動き出し、もしやと思いましたが。その美しく姿。故郷高間ヶ原のご主…違う。待って、すごい噛むな、今日も。絶好調に噛み具合が。守護神に間違いありませぬ。天神族スサド。天神族の中でも、なんか若干種族違う感じするね、みんな。アマテラス様、なぜあのような悲劇が起きたのでしょうか。この箱舟ヤマトは月の文明で作られた救いの船として久しく高間ヶ原に祀られていました。だからこそ高間ヶ原が魔物に襲われた時、我々は生き残りをかけこの船に乗り込んだのです。それがまさか我々天神族の棺桶になろうとは。あのさ、天神族の人ってもうみんな残ってないのかな。高間ヶ原にももういないのかな。全員で乗り込んだのかな。そこら辺もちょっと気になるんだよね。いや、私がただ単にちゃんと話を聞いてなかっただけかもしれないけど、いや、もしかしたら全ては最初から宿命づけられたことなのでしょうか。
お、新しい。高間ヶ原を襲ったあの怪物、ヤマタノオロチは。ヤマタノオロチ結構出張ってくるよね。出張ってくるとか言っちゃったけど。突如として星の海より飛来しました。星の海、宇宙とかかな、やっぱ。月の文明とかいろいろあるし。そして高間ヶ原と我々天神族を滅ぼし。さらに下界までも混乱の渦に陥れました。それらはすべて月の民の意志なのでしょうか。それはどうなのだろうか。わかんないな。多分かぐやさんも月の民なんじゃないかなと思うんだけど、悪い人じゃなかったし、全然どう考えても竹取じいちゃんとさ仲良く暮らしてたし、うん、どうなんだろうな、わかんないな。あー、怖い人来たよ。これは覚えてますよ。こうやって飛んで、あれ、ちゃんと結べてない。ジョローグもさ、なんかどっかでなんか隠しなんちゃらみたいなのでさ一回戦ったじゃないですか。なんか太陽のかけらみたいのを、危ない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 、当たったな。をね、もらったとき、もらったっつうか、よっ、テイヤー。これは、よいしょ。やっぱこっちの方がいいかもしんない。よっ、テイ、あ、飲まれる。あ、危ねえ。そっか、飲まれるとかもあるんだ、これ。さあ、後ろに飛ぶぞ。よいしょ。あ、早いな、お前結構。スピード上げたな。訓練したのか。炭のなくなり具合もちょっと心配なのですが。よっ。このカメラワークがね、なかなかね、難しかったりもするんですよね。よっ。で、まあ、ここは慎重に行きますか。よっ。あと一個。よしよしよし。いいぞいいぞ。あれ ?1 個目玉消えてる。あ、2個消えた。よっしゃー。よっ。せい。4つ。あ、やばいやばい。飲まれる。あと1、2回でできるかな?あ、それなんだっけ?これさ、前回の。うわ、なんだ?え、これ開ける？こうやって開ける？ちょっと待って。あ、無駄なんだね、やっぱり。前回の、うわ、なくなったぞ、お墨が。シナチクブラザーズもさ、使ってきたけど、片割れが。痛い。うわ、くっそ、やられたぞ。一旦墨が回復するまで待ちますかね、全部。これなぁ、炭もうちょっと増やしといてもよかったかもしんない。あぶね、うわ怖いわ、あんたもうよし、行くぞ。よいしょ、結んで。これあれじゃん結んで開いてってやつじゃん今気づいたわおい、どうしてそういうことするかなぁ。甘く走れ。うわ、なんじゃそりゃ。危ない。怖いなぁ。ジョローグモが一番怖いよね、ビジュアル的に。ボスたちの中で。痛い。怖い。その行動も怖いしさぁ。よいしょ。で、もう一個。あ、違うんだよ。無駄っていっぱい出たけど、今。あれでしょ。足一閃しちゃったみたいな。ちょっと待って。いいとこない?いいアングルない?これ。難しいな。あ、でも、ちゃんと緑の出てくれてるわ。よし。で、OK。何個結べた?どう?
めんどくさいな、お前。なかなかやるな。ジョローウォーマが一番進化してんじゃないの。さあ、避けて避けて。怖いな、この飛び上がる動作も。何から何まで、これトラウマだよ。よいしょ。これパッパッパってつけないとダメだね、きっと。うわ、消されたぞ。よいしょ。よっ。と、もう一個もう一個もう一個。急げ急げ。よいしょ。もう一個か ?3 本繋がってないわ。このアングルでギリギリいけるか?よいしょ。オッケー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 、いいぞ。せい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 。なるべく炭は使わずに行きたい。よいしょよいしょよいしょ。あ、やばいやばい、飲まれる飲まれる。あと1回だね。オッケー。あとジョロウグモ含めてボスは3体のはずだから、うまくいけば今回。だめだ、そんな登り方、たっけー、やば。怖なに、そのプレス攻撃。さて、なんか大きくなってない、気のせい、気持ち悪いな。ついに気持ち悪いって言っちゃったよ、ストレートに。これを結んで、あと、もう一個。よし。あれ?ちょっと待って待って待って。お、盗んだはずでしょ?オッケー。これで決着つけたら、イエーイ。よいしょ、よいしょ。あと一個。せい。ちょ、待って。そこは決めようぜ。まあ、いいか。終わったし。ふぅ、なかなかの強敵であった。これ多分、ボーンとか、マッチじゃねえや。竹じゃない。梅だった。松竹梅だもんね。そうだね。梅だね。よし。あれか。回復しに行かなくてもいいよね、多分。まだ。だと思うけどな。あと、あの突進してくるやつと、キュービー?だから戦い方はね、まだ覚えてると思うんだよね。だから大丈夫だと思うんですが、まあアイテムもあるしね。おう。おう、狼アマテラス様。この心を突き刺すような気配。もしかして今この箱舟に、あの月の民の男がいるのですか?月の民の男?どこか、この船の真相であの男が苦しんでいるのを感じます。え、あれ、え、牛若さんが月の民なのかな。私、てっきり天神族の一人かと思ってたけど。アマテラス様、一刻も早くあの男に救いの手を差し伸べ、災いの元凶を打ち払いたまえ。この世の闇を払うには、太陽神たらアマテラス様が、天の国高間ヶ原に、歓迎されることが不可欠。あなたが天の国でよう見損な、これいつも間違うんだよね。見損なわしだよね。見損なっちゃダメなんだよね。世に平安をもたらしたまうことを心より願っております。安らかな眠りを。で、どうなんだろう。天神族で一人生き残ったって言ってなかったっけ?そんで、月の民の男がいる?月の民と天神族は別の人だよね。ってなると、牛若さんはどっちだ?むしろ両方なのか?難しいな。わからんな。その辺はまだ。まあ、しょうがない。ちょっと今回長くなっちゃいそうですが、うん。ボス倒してやりたいと思います。さて、この敵はどうやって倒すんだったか。どうだどうだ、危ないな。これは確か後ろを攻撃するんだったような気がするんだけど、違うな。
ふいー。それかなんか、風を使った気がするんだけど、せい。あ、そうだそうだ、これの時に風を使うんだ。よいしょ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 。あ、違う。あれ、どうやって戦うんだっけ。さあ、どうやって攻略するんだっけ、君。しかも、こいつの名前忘れちゃった。これだけ名前覚え出せないんだけど。これまだ？これどうやって倒すんだっけ？火って思いっきり書いてあるけど。よいしょよいしょ。効かないもんな。あ、鎧は先に壊す感じなのかなーっと。危ない。いやー、遠い。オッケー、鎧壊れた。よしよしよし、この時だな。オッケーオッケー。よいしょー。あ、ちょっと待って。ふい、危ない、攻撃が来る。よしよしよし。あー、鎧来ちゃうのね。めんどくさいな。危ないぞ。うわ、食らったか。しょうがない。よっ。おい、なんじゃその火の攻撃。かっこいいけどさめんどくさいんだよね。よいしょ。よっ。うまくいけばあと1回で倒せるはず。オッケー。よいしょ。だいぶ上の方に風かいちゃったけど、ちょっと待って、これさ、3本線でなんかこれだよ、これこれ。どうぞどうぞ。なに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 。え、来た、当たった。さっき使えばよかったかな。まあしょうがない。突っ込んでくる？違った。こんなフィールドさ、バトルフィールドめっちゃ広いけど、痛いなぁ。危ないなぁ。こんな隅っこで戦ってていいのかしら。うい。なんだ？よし。で、3本線書いちゃえ。聞いてんの？聞いてんのかな？あ、効いてるっぽいな。お、オッケー、倒した。よしよしよし。ふぅ。なかなかの強敵だな。やっぱ、ジョロウグモが一番きつかったけど、竹。あと一つ。残るはキュービ。キュービが一番最近戦ったボスなのかな？どうだっけね。確か、ジョローグも、ヤマタノオロチ、で、その、今戦ったやつ、ごめん、名前一向に思い出せないわ。で、カナクギ、キュービーな気がするけど、カナクギと今戦ったやつの、あれ、順番がね、ちょっとあやふやなんだよね。結構前だからさ。よし、じゃあ、回復もしたし、一応セーブしとこうか。ちょっとね、まあ、40分ぐらいになっちゃうかもしれませんが、まあ、今回で、この5体のボス、一気に倒しちゃいたいと思います。よし、行くぞ。最後の敵、キュービ。キュービと戦ったのもなかなか記憶に新しいんで、戦い方もなんとなく覚えてる気がしますよ。今度も女性の方だ。安住さん、お待ちしておりました。狼山テラス様、ただ消えゆくのを待つだけの我が儚き魂、あなたがおいでになるまでなんとか持ちこたえることができたようです。すごいな、何百年と待っててくれたんだろうな。天神族安住、遥か昔あなたはヤマタノオロチと持ち合うようにして下界へ霊落し、その後もオロチの息の根をとどめるため予言のものを待ち続けられました。予言のもの？予言のものってさ、あれ、内赤さんじゃないの？予言のものでしょ？あなたは長い長い年月をじっと待ち続け、そしてついに、あれ？予言のものイザナギが誕生し、違う人だった。イザナギさんが予言の人なの。あ、予言にあった人物っていうことかな。
予言をする人じゃなくて。なるほどね。お二人の活躍で月よりの魔物の命運は尽きたのでした。しかしそれは大いなる闇の流れのほんの一部だったのです。やっぱ、まがまがしいなぁ。予言の者、イザナギの伝説から今年でちょうど100年。その間にあの魔物は、密かに妖力を蓄え続けておりました。そして、イザナギの子孫、スサノを操ってついに復活を果たすと、再び下界を征服せんと、牙を剥きました。その上、あなたの前に敗れ、企みが叶わぬとなるや、今度は己の妖気を下界中に放ったのです。やっぱヤマタノオロチはちょっと宿敵みたいな存在なのかな。これ金釘だね。下界は箱舟から湧き出た妖怪たちですでに溢れ返っており、あ、病って書いてあった今。これキュービーだな。オロチの妖気はそんな妖怪どもを勢いづかせるにはあまりあるものでした。落ち着こうか。くすぶっていた闇の勢力は爆発するかのごとく一気に膨れ上がり。あ、これシナチクブラザーズだ。コタネチクとモシレチクさんね。多分覚えた。下界にはかつてないほどの混乱の嵐が吹き荒れたのです。その後はアマテラス様がその目でご覧になってきた通りです。あなたが魔物を退治された後、そのムクロから逃げ去った妖気は、すべてこの箱舟ヤマトに集っております。この膨れ上がった妖気の根源を打ち払うのは容易にあらざること。闇の中心にある者にはどうかご用心ください。そのさ、闇の中心にいたい。あるものっていうのが、おわ、重いぞ。常闇のスメラギなんかな。いや、まだわかんないけどね。その常闇のスメラギがラスボスなのかっていうのもわかんないし、どういうビジュアルをしているのかっていうのもわかんないし。まだ謎ですが。とりあえずは目の前のキュービー、打倒キュービーを頑張っていきたいと思いまーす。よいしょ。おい。早いな、相変わらず。よっ、とい。さあ、早く剣を出しておくれ。うっとい。あ、だめだめだめ、痛い。結構強いな、お前。あ、出す、オッケー。ちょっと待って。よいしょ。はい。さあ、来い。かかって来い。あれ？痛い。ちょっと待った。これは手玉でしょう。よっ、よし、かけたぞ。痛い。邪魔すんな。これ、全部倒せた？オッケー。よし、回復もできたぞ。3本減った。うわ、なんだ、その汚いやつ。うわ、やばい。触れてしまった。この太陽神たる、うわい、アマテラスにそんな不浄のものを浴びせるとは、なんたることだ。さあ来い。どこだ、どこ、いた。よし、え、オッケーで、早く書く。いた。爆発しろ、早く。よいしょ。痛いなー。さすがに、いっぱいいると、めんどくさい。よいしょ。あと何体？お前だけか？よいしょ。あと1体かな？よし。だいぶ、色が普通の、危ない。やつに、あ、戻った。なんか、だいぶ疲れてるね。いやー。タイミングがなぁ、今のダメだったなぁ。お、あげるぞ。そして最後だ。あとは、元となってる、お前だけだ。これは何かな、化け狐？
なんだっけ、名前忘れちゃったけどさ。よっ、いいぞいいぞ。ああちょっとその突進攻撃やだな。お、開ける？ちょっと待った。やっと、痛い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 、危ない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 。ちょっと待って、その疲れてる時って攻撃効かないよね、危ないよね、危ないよね。ちょっと待った、あ、ちょっと待った。焦ってるなぁ。これで倒せたかな。よっしゃー、なんとかなったー。危なかったー。なんだかんだで一番追い詰められたのはキュービでしたね。よし、これで元ってか鍵となる5匹は倒したはずですが、これでどうなるかですよね。よし。ピコピコが危ないけど、物種の鏡のとこ行けばなんとかなるはず。お、狼アマテラス様、ついに大いなる闇の波がうねり始めたようです。このまがまがしい陽気、息苦しくて正気を保てません。アマテラス様、最後に一つだけ。金色の髪を持つあの月の民の男。金色の髪、やっぱ月の民の男っていうのが牛若さんなのかな。あの男にどうかお伝えください。オロチ来襲の際、アマテラス様と共に先陣を切って戦ったお前に、我々天神族は感謝の念を忘れないと。それが前回彼が言ってた、なんだ因縁に決着をつけようっていう言葉のあれかな、真相なのかな。とりあえずこの真ん中に行くとまた何かイベントが始まりそうなんで、ちょっとピコピコうるさい。今回はここまでにしたいと思います。ちょっと長くなってしまいましたが、懐かしいボスと再戦、なんだかまた胸熱展開でした。イッスンがいないのが本当寂しいな、これ何回目だろうって感じですが、はい、今回もご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。